エセルさん、どんな思いだったんだろう。あれでよかったのかな。これはあくまで個人の見解だが、命とは密度、濃さと言ってもいい。それが重要だったんじゃないか。限られた時間の中で何かをなす。薄い10年より濃い一瞬だ。みおちゃんもそうなのかな。個人の見解といった。みおにはみおの思いがきっとあるはずさ。だけどなすべき時間はあまりに少ない。だから僕はここにいる。体温、もう決めてるんだ。これまではその一歩を踏み出すのが怖かった。でも今は踏み出せる。そう。本当に来るかな。来るさ、必ずな。会ってどうするよ。抱き合うとかなら勘弁願いたいね。女王陛下にお見せしたいのさ。ああ？どういう意味だ。そもそもあいつは希望がついえる様を見せたいんだ。希望って？見えているんだよ。女王陛下は常に俺たちと共にあるからな。あの門の先にはキャッスルを守るコロニーイレブンがあるんだ。そしてその先に居住区があり、そこからキャッスルの正門へと道が続いている。さすがにそこは通れないもん。大バトル必至も。ああ、だから右手の浮遊岩礁地帯を迂回してキャッスルの裏へと回る。この前話したエーテル採取場と物資搬入口はそこにある。了解した。長くここに留まっていると危険だ。その浮遊岩礁地帯とやらに急ごう。ああ、こっちだ。ついてきて。